ドライブレコーダーの SD カードですね。それがこのディスクドリルっていうソフトウェアなんですけど、これをちょっと今回使ってみまして、実はデータを復元し終えました。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、これからですね、整形外科さんお邪魔していきたいと思います。事故になってから実は整形外科通ってはいるんですけど、年末年始やっぱり病院がお休みだったということもあり、今日は久々の通院です。それでは早速向かっていきましょうか。今の体の状況としては、やっぱり左半身のしびれが残ってしまっているのと、あとは日によってかなり痛みの違いが出てきてるっていうこともあるんで、一概には言えないんですけど、やっぱり腕と足、そして肩首の痛みが全然変わらず出てしまっているっていうところがあるんで、そのあたりしっかり見ていただこうと思います。はい、それでは早速行ってまいりたいと思います。今日もご安全に行ってきます。はい、ということで病院行ってきました。今回も前回と同じお薬いただいてきました。やっぱりこれ完治するまでだいぶ時間がかかるみたいで、長い人だと半年どころか何年単位でかかるって方もいるみたいなんですよね。で、1月いっぱいはとりあえずできるだけ運転しないようにとのことだったんで、ちょっとやっぱりちょっと動画の方針考えないといけないなと思ったりしました。車系 YouTuber にとってはかなりの致命傷です。で、今回ですね、また病院再診をしたんですけど、追加の検査とかは一旦不要とのことだったんで、ちょこちょこ様子を見てもらいつつしっかり治していけたらという感じですかね。いや、たまにすごい吐きそうになるくらいの痛みが襲ってくるタイミングがあるんで、やっぱこういうもんなんですかねって聞いたら、それ安静にしてないから当たり前でしょうって怒られちゃいました。個人的には安静にしてるつもりだったんですけど、もうそもそもあんまり動くなっていう、そんな感じでしたね。でもそんなこと言ったら日常生活送れないし、お仕事もできないし、困っちゃいますよ。はい、そして次の日です。実はですね、今回事故が起きてしまった相手方の方からとあるものが届いたんですよ。ちょっと今日はそちら見ていきたいと思っております。せっかくなのでちょっと皆さんにお見せしていきたいなと思うんですが、パソコンが使えないと皆さんにお見せできないあの代物が届いたんですよ。なんだかわかりますか？とりあえずこれからカフェ入っていきたいと思います。はい、東海人が大好き米田コーヒー、今日もこちらお邪魔していきましょうか。ということで早速皆さんにお見せしていきたいんですが、その前になんとこちら、じゃん、クリームソーダ来ちゃいました。めっちゃ早い。こういう冬の時期にあったかいお部屋で食べるアイスってなんでこんな美味しいんだろうね。で、早速なんですけど、先ほどお伝えしていた私が相手方の方から入手した代物はこちら、じゃじゃーん。はい、ドライブレコーダーの SD カードですね。実は事故の相手方の方と個別に連絡を取っておりまして、ドライブレコーダーのデータをいただくためにいろいろとやり取りしていたんですが、相手方の方からデータが上書きされてしまって、車両の衝突シーンがデータとして残ってなさそうなんですよねっていうお知らせをいただいていて、でデータを復元するにもかなりお金がかかってしまうので厳しそうですっていうお話をいただいたので、せっかくであればちょっと SD カードいただけたらなということで、今回 SD カード入手いたしました。で、一応入手はしたんですけど、なんか復元ソフトとか実際に使ってみないとうまくいかなさそうだったんで、復元ソフトをいろいろ試してみたんですよ。で、その結果なんですけど、最終的にいろんなデータ復元はできたんですよ。ただ衝突シーンがどう探しても見つからなくて、ちょっと今回本当にデータの復元ができないのかどうか皆さんと一緒に見ていけたらと思います。で、ドライブレコーダーのデータを入手することについて、そもそもドライブレコーダーのデータっているの？っていうところなんですけど、私もですね、実は正直なところの話をすると、事故の過失割合について今現在揉めているわけでは全くなく、以前からお伝えして
していた通り10対0という形で話が進んでいくので正直もらう必要ないよなと思ってたんですけど、あの事故が発生した件について一番最初に動画を投稿させていただいたんですけど、その動画のコメント欄とかで結構ドライブレコーダーのデータをなんで公開しないんだっていう、そういったお怒りのコメントをたくさんいただいたんですよね。まあ、事故直後に本当にすぐに投稿した動画なので、そういったデータとかって全く私の手元に来てない状態だったので、まあ、その方法を取りたくても取れなかったっていうところがあったので、今回はドライブレコーダーのデータ出せなかったんですけど、ただあまりにもそういったドライブレコーダーのデータを見せろという声が大きかったので、今回出した方がいいのかなということで、相手方の方と相談してデータが復元できるようであれば全然公開していただいて大丈夫ですよとのことだったので、データの復元を試しているところなんですが、ちょっとこれどうなんだろうな、いけんのかな。で今回ですね、データを復元するにあたって、あの SNS の方で視聴者の皆さんからこのソフトいいですよっておすすめしていただいたソフトがあって、それがこのディスクドリルっていうソフトウェアなんですけど、これをちょっと今回使ってみまして、実はデータを復元し終えました。で復元し終わったデータが今実はこんな感じで大量にあるんですよね。でこのデータを一個一個見ていくのがもう本当にしんどすぎて、あのたくさんチェックはしたんですけど、例えばこのデータなんですけど、2023年12月18日17時30分と書いてあるんですけれども、この日付のデータ見てみると、実はこれ事故が起こった後にあの車両がディーラーさんに運ばれた後のデータなので、12月18日ではなく12月21日の夜もしくは深夜の映像になるんですが、全然違う12月18日の日付になってしまってるんですよね。まあ、こういったこともあって、ちょっと今回いただいたドライブレコーダーの SD カード、データの持ち方がちょっとおかしいというか、もうファイル名がぐちゃぐちゃになっているんで、完全に時系列順に並んでいるわけではないんですよ。ということもあって、探すのが本当大変なんですけど、一応事故の付近のデータは見つかったんですよ。こんな感じ。これも事故直後ですね。今は警察の方がちょうど到着されて、相手方の方とお話しされているそんなシーンで、あ、私もいましたね。今おそらく車内に免許証を取りに行ってるところですね。でこんな感じで映像は確認できるんですけど、探せど探せど衝突シーンの映像が見当たらないんですよ。いやなんか私自身もコメント欄で、そんなに言うならドライブレコーダーも全部晒すべきですみたいなコメントをたくさんいただいたんで、まあ、だったら公開した方がいいよなというか、なんか私が一方的に相手方を悪者にしてるように映ってしまうようだったので、ちょっとそういう動画の作りにしたかったわけじゃないんだけどなっていうところを、なんかちゃんとドライブレコーダーのデータを公開することで皆さんの誤解を解くことができるのであればと思ったんですけど、探せど探せどデータがないんですよ。事故の後のデータで、あ、この後あれですね、あの相手方の車がこれからレッカーで運ばれていく、そんなシーンなんですけど、あ、レッカー車に積み込まれましたね。高速道路走り出しました。なんかこの辺はちゃんと時系列順になってるのか、なんか事故の付近だけ全然違う映像が出てきたりするんだけど、なんでなんだろう。ということもあって、今回 SD カードいただいたんですけど、無事にデータが復元できるようであれば相手方の方からも全然公開していただいて大丈夫ですと許可をいただいてますので、せっかくなら皆さんにお見せしたいなと思ってたんですけど、今現在この SD カードをなんとか復元ソフトを購入して試してみたんですけど、復元が厳しそうです。でこの復元ソフト、あの視聴者の皆さんからおすすめだって言われて、せっかくなんで購入してみたんですけど、なんだかんだ1万6000円ぐらいしたのかな、結構したんですよ。まあ復元ソフトなんてそんなものかなしたんですけど、なんか欲しかったデータは結局手に入れられなかったし、なんかちょっと悲しいですね。まあでも YouTube 活動してて、たまに SD カードのデータがなんか破損してしまっていたりとか、あとは
カメラとかの不具合でうまく保存ができてなかったファイルとかって発生したりするんですけど、そういった時にこういった復元ソフトがあると今後活躍してくれると思うんで、まあ、決してマイナスではなかったかなとちょっと思うようにしたいと思います。そういったことを考えるとドライブレコーダーってやっぱりちゃんとしたのを買わなきゃダメだなって改めて思いましたね。でも今回相手方の車両についていたドライブレコーダーがどんなドライブレコーダーなのかがちょっとわからないので、一概になんかそのドライブレコーダーが悪いですとかそういう話ではないんですけど、でもなんで事故前後のデータ、一番見たいデータが保存されてないんだよっていうね、ちょっとそこが腑に落ちないというか、どうでもいいデータを上書きするために事故前後のデータが消されてしまっているっていうのが、なんでこんなことが起きてしまうんだって気持ちになるんで、皆さんもドライブレコーダーはしっかり選びましょうね。でちなみにですね、こんな話をすると、私の車両488スパイダーにドライブレコーダーはついてなかったんですかっていう方がいらっしゃると思うんですけど、当然ついてます、ついてますし、そちらについてはデータもいただいているんですけど、ただその私だけのドライブレコーダーのデータを流したところで皆さんが欲しかったドライブレコーダーの映像にはならないと思うんですよ。衝突箇所っていうのは488スパイダーの後ろ側になるわけで、私のドライブレコーダーには前方しか映ってないので、後ろを撮っているようなカメラではなかったんですよ。なので前方撮影しているカメラのデータを見せたところで、事故の一部始終というのを皆さんにお伝えできるわけではないので、今回相手方の SD カードのデータが無事に復元されるのであれば、それと合わせて補助的に動画を公開するという選択肢はあるかと思うんですけど、今のところ相手方のデータが復元しない限りはそれだけを載せてしまってもしょうがないよなということなので、この SD カードがどこかで復元できたらいいなとは思うんですけど、でもわざわざコメント欄で皆さんから要望が多かったとはいえ、こんなに復元ソフトを買ってみて試してみても復元できなかったソフトをこれ以上の工数とお金をかけてまで復元したいかって言ったら、正直そこまでの熱意はないので、もういいかなって諦めてしまってるところもあるんですが、まあ今現在の状況としてはこんな感じですかね。まあでも正直事故の映像を今更私も見たところで、ちょっとトラウマじゃないですけど、なんか自分の車が傷つくシーンってあんまり見たくないじゃないですか。気持ち的にちょっと落ち込みそうなので、復元できなかったことはそれはそれで自分の精神衛生上良かったのかなとも思ったり、複雑な気持ちです。はい、ということで今回はいただいた SD カードでちょっとデータをチェックしてみたんですけれども、今回相手方の方がおっしゃってたように SD カード見てみたんですけど、残念ながら事故前後の本当衝突シーンの映像だけなぜか復元できず、まあ、別のデータに上書きされてしまっていたということもあり、今回視聴者の皆さんからご要望のあったような映像をお見せすることができなかったんですけれども、私としても正直もうどうでもいいかなというなんかその映像を見たところで別になんか過失の割合が変更されるわけでもないですし、また保険会社さんの方で私の主張はもちろんなんですけど、相手方の主張もお話を聞いた上で今回は10対0という形で話が進んでいく流れとなっておりますし、まあ、ここで素人の私たちがああだこうだ言ったところで別にこの過失割合が変更になるわけでもないですし、保険会社の専門家の方の指示に従って結局は過失割合も決まっていくものですし、また最終的なこちらの事故の顛末についても今後動画でお知らせしていく予定なので、そこについてはちょっと安心していただければなと思っております。なのでちょっと今回データの復元できなかったのちょっと残念なところではあるんですけど、私としても正直あんまり事故のシーン、自分の車が傷つくシーンをまた見てちょっと気持ち的に落ち込んでしまうってことがあるとちょっと嫌な気持ちにもなってしまうので、復元できなかったのはできなかったで、まあ、これはこれで良かったんじゃないのかなとプラスに捉えていこうかなと思ってます。またでやっぱりこうして事故の当事者になってみて思うのは、ドライブレコーダーって本当大事だなって思いました。私のドライブレコーダーも前方のカメラしかついてなかったので、ちょっと今後後ろの映像も撮れるようなドライブレコーダー購入してみるのもありなのかなと思いますので、ぜひ皆さんおすすめのドライブレコーダーありましたらコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。